はい、どうもこんにちは、グリーンデザインチャンネルです。今回はですね、私の持っている桜の盆栽のお手入れについてお話ししたいと思います。お花が咲き終わりかけてますね。皆さんも春になるとね、お花屋さんにこういう桜の盆栽売ってるので買われた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。で、お家お花見が終わった後に、どのような処理をしていくかというのを今回ご紹介したいと思います。まずはこの花柄を摘みたいですね。花がついてるんですけども、お花の根元はこういう軸がついてます。枯れたお花はこの軸からハサミでカットしてあげてください。軸をカットします。今ちょうどこの軸のところにハサミを入れて一個一個カットしております。で、お花をそのままにしておくと、さくらんぼみたいな実がついてしまいまして、実がつくとね、余計に木が疲れてしまいますので、まあ、花が終わったらすぐに花柄を摘み取るようにしてあげてください。では、一通り花柄をカットしていきますので、こちらをご覧ください。はい、今いくつか花柄をカットしたんですが、この部分ですね、花を切った後軸が少し残るようにして切ってあげてください。他の部分も軸がだいたい5ミリぐらい残るようにカットをしております。はい、ではちょっとクローズアップして手元を撮影してみます。今花柄を切ったところがここですね。軸が出てて、根元に小さな葉っぱのようなものが出ております。でカットするときにこの根元からカットしてしまうと、せっかく生えた葉っぱが生えてこなくなってしまいますので注意をしてください。なのでハサミを入れるのは、先ほどから言ってる通り軸の部分で、根元はカットしないように気をつけてください。ではですね、あらかた古い花柄は摘み終わったので、次はちょっと枝を曲げていこうと思います。この立ち上がった枝を少し曲げていきます。では盆栽用のアルミのこの針金を用意します。だいたい枝と同じぐらいの長さで用意をしてください。根元に巻きつけていったら、枝に対して斜め45度になるようにして巻きつけていきます。この巻きつける時なんですけども、枝と針金の間に隙間が空いてしまうと針金が効かなくなってしまうんですね。そうすると枝が曲がらなくなってしまいますので、しっかりと枝に密着させるようにして巻きつけていくのがコツになります。葉っぱが生えているとこう針金に巻き込んじゃう時があるんですけども、まあ、なるべく巻き込まないようにして、この葉っぱと葉っぱの間ですね、節の部分を通るようにして、で針金をかけていってください。ちょっと先端の方に行くと枝が柔らかくなるので、この太い針金だと巻くのが難しくなりますので、まあ、ちゃんと巻けるところまで針金がかけれればいいでしょう。で、針金をかけた後は実際に枝を曲げていきますが、急に曲げてしまうと枝が折れてしまってちょっと弱ったりダメになったりすることありますので、少しずつ少しずつ様子を見ながら曲げていくようにしてください。一旦曲げて、しばらくしたらまた曲げてを繰り返してあげると強く曲げることができますので、まあ気長に少しずつ徐々に曲げてあげましょう。では次はですね、ちょっと細いんですけども、この細い短い枝に
ちょっと針金をかけていきたいなと思います。で今回はですね、さっきの針金じゃなくってちょっと細めの針金を使ってまして、細めの針金を二重にして、今回はちょっと枝にかけていきたいと思います。はい、こんな感じでですね、枝にまた45度に、角度がつくようにして針金をかけております。ちょっと細枝なのでちょっと柔らかいので針金がかけづらいですが、これもかけられるところまでかけていきます。そして先ほどと同じように少しずつ少しずつ曲げていきます。はい、先ほどと比べてしっかりと枝を曲げ込むことができました。完成ですね。花柄を摘んで針金掛けができました。では仕上げにですね、お花が終わった後の桜には肥料を、撒いてあげましょう。まずは肥料の前に活力剤を撒いてあげます。まあ、活力剤は毎週撒いた方がいいんですけども、まあ、今回はちょっと特別に原液で濃いめに与えております。で今回使うのはいつも紹介しているドーモという、活力剤ですね。光合成細菌が入っていて、植物の活力、免疫力、あとはお花の後疲れちゃった時とかにね、エナジーを与えてくれる、まあ、人間でいうエナジードリンクのような働きのあるお薬です。で桜に効果的なのはこういう固形の肥料です。今回は有機肥料じゃなくて化成肥料なんですけども、化成肥料の方がちょっとで効きが強くてですね、まあ、お花の後にしっかり体力を回復させてあげるのにとても効果的です。で液体の肥料もあるんですが、樹木の場合は液体よりも固形の方がじわじわと効いて効果が高いです。さあでは活力剤と肥料を与えて、でお花が終わった後次葉っぱが成長していきますので、お部屋の中ではなくて外でしっかり直射日光を当てて育てたいと思います。はい、仕立て上げた姿がこちらになります。横から見るとね、しっかりと枝がこうくねくね曲がっていて、ちょっとこの古い木の感じが出せてるんじゃないかと思います。で今回は、このお桜は吹き流しという、まあ、風に吹かれたような姿を再現して仕立てておりますので、みんな枝がね、今画面から見て左側にこう一方向に流れるように曲げて仕立てております。さてでは今回は桜の盆栽のお手入れについてお話をいたしました。この動画もし良ければいいねボタン、またチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。